ありがとうございます。よし。今日はですね、YouTuber の一日をやっていきやーす。やばくない？これ。なんでこんなそろばんみたいになってんの、顔が。今何食べたんでしたっけ？牛タンです。牛タン、スタッフさんと一緒に牛タンを食べました。写真撮影、動画撮影するの忘れてたけど、ここめちゃめちゃ美味しかったです。では次の現場へ行きまーす。今日ぐらいの気温が良くないですか？冬になってきたなって感じがしますね。そうですか？めっちゃ映ってる。でもモザイクなんで。今私は人をダメにするクッションに座ってます。これはウームのスタジオなんですけども、渡るくんもいます。へぇー、下と何ですか？それ何？それ何？YouTuber の一日っていう動画の一部。いつそれをあげる？多分近々あげるんじゃない？あ、普通にアップロードする動画を今撮ってる。そう。すげえ、すげえでしょ。どうでしたか？撮影は、ウームで撮影はどうでした？こんなリッチな場所で撮って幸せです。私もです。今からどこ行くの？アックンの店。アックンの店に行って、後でアックンと合流します。アックンとアックンする。そのちょっとよくわかんない。なんでこっちでボケてんの？さっきあっくんにね、こんにゃく担々麺、グラシの子にこぼされて、発射してしまいました。やめてよ。わたるもいます。我慢できずに言うな。休憩してます。あ、ちょっと待てよ。これ以上私を太らさないでくれ。やば、めっちゃ指紋目立つんだけど。大丈夫ですか皆さん、準備は。ピント合わせ。はい、オッケー。じゃあ始めます。スイッチー。うん。これで。いいですか？こんな感じで、今から始めます。カメラの裏です。どうも、こんにちは、リフレクションの。うちまだこれを全部できてないから。はい。はい。いいですか？はい、いいです。どうも、こんにちは、リフレクションギターのアクです。バイバイ、またね。バイバイ。オッケー。おー。ジェンズと面白いでしょ。
え？あれ？都市伝説ですか。そうでも。やばい。今ですね、毎週土曜日にやっているバンドチャンネルの生配信で歌うカバー曲の練習です。大丈夫かな？ちょっとね、一週間のペースでね、うちのパワーで大丈夫かなって思っちゃう。まあ、そのやれることは精一杯っていう感じで。はい。練習あるのみってことですね。お疲れ様です。今日は、久しぶりに、めっちゃ緩い動画を出したのいかがだったでしょうか。少しでも楽しんでいただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価、お願いします。Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらもお願いします。また、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。日の屋さんっていう、超美味しいですよ。やばい。やばすぎる。ここのカレー屋さん来たらもしかしたら私がいるかもしれないっていうぐらいすごい好きです。お茶の水駅から徒歩10分ぐらいの日の屋さんにお越しください。うん、2人とも実家も含めて台風の被害、あ、大丈夫でした。私は大丈夫、僕んとこも大丈夫でした。実家も大丈夫でした、はい、川から遠いんで、うん、ひどいところはひどかったみたいだね。そうだね。川氾濫だよな、うん、あ、風っていうよりはなんか、うち募金したよ。ああ、募金させて、でも言わなかった。あ、でも言わなかったんだけど、まあ言ったやん。あ、言ったわ。じゃあなんでかっていうと、はいはいはい、XJAPAN の YOSHIKI さんがツイッターで、うんうんうん、なんか少しでもなんか発信力がある人とか、いろんな人に見られる仕事をしてる人は、うん、積極的に募金したことを自分でアピールした方がいいって。なるほど。なぜかっていうと、募金するっていうことを認知させられるからって。そうだね、それはそうだと思う。うん、金額は何しろ募金はさせていただきました、うん、ああ、確かに、はい、素晴らしい。彼女おむついるかいって、だって、え、パンパースかな。文化かもさん、スーパーチャットくれてありがとう。ムーニーさんもありがとう。おい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 、ナナ、え、ブンタカモ、あ、そうそうそう、イエスマン、わーい、サビサビでじゃん、やばいぞ。お母さんが来たよ、なぜ来たのかわからない、なんで子供の生配信来るのかわからないよ、なんでかな、マザコンだから、私はマザコンだったよ、だからお母さん来たらとっても嬉しいよ。マイマイ。なんじゃそれ。マイ。寝るときは電気つけっぱなしで寝るね。電気つけっぱなしなタイプの人です。はい、あ、私そうです。電気つけっぱなしで、電気つけっぱなしでしか寝れない、一人寝るときは。でも決して寝るときはお母さんと寝るときだけ。今夜ないか、ガッツリ。そうだよ、素直になりな、マザコンっていうことは。素直になった方がいいよ。まあでもいいことだって。そうですよ、マザコンじゃ。いや、僕はそう、普通だな。